どうも皆さんこんにちは、こんばんは、エルザレットです。今回は前衛に必須テクニック、潜伏の成功率を上げるコツとなります。スパッタリーを使っていると射程の短さに嫌になることが多いですよね。でも近づかないと倒せないので悩ましい問題というところです。そこで大事になるのが潜伏になるわけです。射程が届かなければ待てばいい、隠れればいいというわけです。ということで今回は前衛にとって重要なテクニック、潜伏についてまとめていきたいと思います。一瞬の火力が高い前衛武器には必要な行動ですが、成功させるのは難しいプレイングですよね。潜伏を成功させやすくするためのコツをいくつか紹介していきたいと思います。今後も更新をしていきますので、動画を見てチャンネルを応援してくれる方はチャンネル登録と高評価をぜひお願いします。それでは早速解説していきたいと思います。まず潜伏に関してですが、基本を押さえていきたいと思います。潜伏というと隠れてからのキルですが、次の3つの工程があります。 1. 潜伏、 2. 索敵、 3. スニーキングで近づくの3つの工程になります。多分1と3が多いのではないかと思います。潜伏というと敵が来そうなところで隠れて待ち伏せをしておき、近づいたらキルをするというのが一般的なのかと思います。ですが潜伏には敵の距離感を把握してないとキルをすることができないため、2の索敵は重要になります。敵の位置が悪ければ1人倒したとしても他の敵にやられる可能性が上がるからです。そのためには状況の把握はとても大事です。では順番に潜伏について話していきたいと思います。潜伏については敵の見えない場所から潜伏が重要となります。見えていたら隠れても意味がないですからね。周りの障害物や敵から見えない位置から潜伏をしていきましょう。続いては索敵です。潜伏をした状態でやることは敵の位置の把握です。潜伏といっても位置が悪ければやられてしまいます。そのため周りの敵と味方の位置を把握してタイミングを伺う必要があります。最後尾を取れればより有利になりますからね。最後はスニーキングです。2まで成功したとしても近づき方が悪いと台無しになってしまいます。上手い相手なら後ろからでも音で気づく人もいますからね。視界的にも発見できます。これを防ぐためにスニーキングになります。一番焦りやすいシーンですが、しっかりスニーキングで距離を詰めていくことが重要になります。このように潜伏といっても3つの行動をこなしてキルにつなげる流れとなります。せっかく隠れたのに倒せないと無駄になっちゃいますからね。潜伏するためにはしっかり基本を押さえておきましょう。それでは成功率を上げるための方法について紹介していきたいと思います。まずは味方を活用することです。潜伏の成功率を上げるには敵にバレないという状況を作れるかどうかです。自分以外を見てる状況ですね。潜伏してても場所がバレていれば簡単に対策されます。いかに視線を切れるかが大事になるわけです。ここで視線を切るために重要なのが味方になるわけですね。言い方が悪いですが、おとりとして活用していきます。味方に視線が行けば自分には向かないですからね。この状態を味方に作ってもらいます。また味方が戦っているところにスニーキングしていくのも有効です。この場合視線はすでに味方なので刺さりやすいです。その他にもオブジェクトもおとりとして有効です。カウントが進んでいるときはどうしてもオブジェクトに目が行きますからね。敵の視線の先を確認してスニーキングで近づいていくと潜伏の成功率が上がってくるかと思います。潜伏においては人数有利の時に使うのがいいと思ってます。理由としては2対1の状況を作れる確率が上がるからです。潜伏といっても1人で対処するとなると相手に左右されます。塗りを徹底している相手ならクリアリングされることもありますからね。こうなると潜伏は失敗してしまいます。これを防ぐためにはこういった敵に潜伏をしない方が得策となります。それよりかは味方が戦っているところに潜伏しながら向かっていき、人数有利を作る方がはるかに楽です。こうなれば相手は味方に視線が行っていますので、こちらに気づく確率は下がります。横か後ろが取れれば確率も上がります。このように潜伏から人数有利を作って相手を挟み込む方が状況有利に進められます。また人数有利を作ることができれば
敵のカバーが来たとしても順番に処理が可能になります。敵が来たとしても2対1を作り続けれれば潜伏がバレても有利に動けますからね。潜伏自体は単独行動のように感じますが、周りの状況をうまく使った方が成功率は上がります。そのための2の策敵でもあるので、しっかり周りを見て人数有利を作っていきましょう。ここまでの潜伏については味方や状況を活用した話でしたが、一人でも潜伏をさせる方法はあります。それは潜伏の位置を前線ラインで行うということです。塗りの境目で潜伏するという方法ですね。前線ラインというのは敵が一番近づきやすい場所になります。そのため場所が悪いと見つかってデスするというリスクも合わせて持ってます。ハイリスクハイリターンなんですよね。そのため前線ラインでの潜伏は他と同様に味方に視線がある状態にするのが大事です。その状態でスニーキングで前線ラインに上がるというわけですね。イカ人が強かったのはこれができたためです。キャラコンの精度に関係なくスニーキングで前線ラインを移動できたわけですからね。話は戻りますが、成功させるには敵の背後を取ることが大事になります。潜伏に成功しててもキルが取れるまでは焦ってはダメです。通り過ぎるのを待つか、前に入った敵をしっかりさばいて生存するようにしましょう。前線ラインでの潜伏は相打ちだとあまり効果がありません。2枚以上落としてチームを有利にするようにしていきましょう。潜伏について話をしてきましたが、難易度が高い分デメリットもあります。それは潜伏に成功したとしても囲まれるリスクがあるということです。これは潜伏に成功した状況が理由になります。潜伏に成功した時を思い出してほしいのですが、敵の最後尾にいることが多いと思います。この状況というのは足場を多少取られており、移動が困難になってます。スリップダメージも受けやすい状況です。一人倒せたとしても他の敵に囲まれやすくなります。ここで負けると1対1の効果になってしまうので、状況としてはあまり変わらないんですよね。またこの潜伏がバレると相手は警戒しますので、クレアリングが多くなると思います。リスクが大きいんですよね。そのため潜伏でしっかり最後尾を取った場合は2枚以上落として味方と挟み撃ちにするようにしましょう。潜伏といっても味方との連携が一番大事だと思います。はい、ということで今回ここまでとなります。前衛には必須テクニック、潜伏の先行率を上げるコツはいかがでしたでしょうか。潜伏というと単独行動な気がしますが、敵の視線を考えてみると味方の活用って大事ですよね。敵の行動だけでなく視線の先がどこを見ているのかをしっかり把握すると潜伏キルの成功率が上がってくるかと思います。ということでご視聴ありがとうございました。チャンネルを応援してくれる方はチャンネル登録と高評価お願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。